コレクターは、軍有車の自動販売機本部門、海なり書防が発行していた1982年総監のサブカルチャー雑誌。発行人は、赤石建成。本誌の体裁はあくまで自動販売機用のポルノ雑誌であったが、実態は、軍有車が1979年から1981年にかけて発行していた伝説的自販機本、ジャム、ヘブンの系譜を受け継いだ。 ニューウェーブ雑誌だった。編集長が3度交代しており、時期によって紙面が大きく異なるため、便宜上3期に分ける。総監督書は、エビスヨシカズ、根本隆史、泉正幸ら、ガルの漫画家をはじめ、コミケ創始者の米沢義弘が、コラム、山上達彦新資録を執筆していたほか、幻の名番解放同盟やミニコミ師、突然変異のスタッフが参加するなど、 最初からエロ要素は表紙とグラビアだけで中身はサブカルチャー系の雑誌だった。初代編集長の木村昌司が降板すると二代目編集長にはロリコン漫画誌の草分けである漫画ぶりっ子の編集者小形源次郎が就任する。それに伴い竹熊健太郎、大塚英二、高取武竹ら、漫画ぶりっ子関係者がコラムを執筆していたほか、当時は 無名同然だった、女流漫画家の岡崎京子や桜沢エリカ、ニューウェーブ漫画家の宮西恵さんがイラストを寄稿するなど、後に著名になる、作家人や編集人がのきなみ顔を揃えた、今からすれば豪華な紙面が展開されていた。その後、編集長の尾形が他の仕事で忙しくなったため、編集部に遊びに来ていた、女子大生を三代目編集長に指名する。 以降は、女性週刊誌の体裁に近い女性向け特集が増えて、いったという。その後、1984年に軍有者が倒産。それと同時に、本誌も発行を停止したとみられるが、詳細は不明である。ABCD バルボラ、日本出版誌のターニングポイント自販基本の世界、エロボン黄金時代、51から61ページ。八千淳平。 ミニコミ誌の思い出番外編自販機本、ありがとうございます。